スタンダードチャータード銀行は、ロンドンに本拠を置き、世界70カ国に事業ネットワークを展開する、世界的な銀行金融グループである。香港ドル発見銀行の一つ、ジョン・メイジャーを輩出した。同行は、フッ百種総合株価指数の採用銘柄であり、筆頭株主はシンガポール政府系ファンドの手間セク、ホールディングスである。世界第5位に位置付けられる同行は、 特に新興地域において主導的な役割を担っている。イギリスでの顧客は少なく、アジア太平洋地域、ヨーロッパ地域、アフリカ地域での業務が、それぞれ65%、25%、10%を占める。中でも香港は2004年には収益の30%を上げるなど、最も重要な活動拠点となっている。とはいえ、 ロンドン証券取引所上場のイギリス企業である点に変わりなく、同国上位企業の株価指数であるフッチー100でも20から30位以内に位置づけられている。2010年の時点でアジア、アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパの計70カ国において1600拠点を数え、従業員数は125カ国以上、約7万名に上る。 スタンダードチャータード銀行グループは、ステークホルダーにとって、真のパートナーとなるべく、高度なコーポレートガバナンス、社会的責任、環境保護及び従業員の多様性という意味において、世界的に信頼される、持続可能なビジネスの長期的に築き上げることを目指している。グループの7万4名の従業員のうち、約半数を女性が占めている。さらに、 125以上の国籍により構成されており、上級管理職の国籍は70カ国に及ぶ。法人顧客、特にアジアアフリカ、中東地域に投資する日本の多国籍企業や、金融機関には、通常のホールセール、カストリ、トレジャリー業務サービスのほか、キャッシュマネジメント、トレードファイナンス、多国間、多通貨間の外国為替業務を含む、 トップクラスのトランザクションバンキングサービスの提供はもとよりキャピタルマーケッツなど総括的なフィナンシャルマーケットソリューション提案を得意とする。個人顧客には独自のプライオリティバンキングサービスを通してそれぞれの顧客に合わせたオーダーメイドスタイルの資産形成をきめ細かくサポートし真のパートナーとしてさらなる成長を続けている。 スタンダードチャータード銀行は1969年、イギリスの海外銀行である、スタンダードバンクオブサウス、アフリカ営業南アフリカスタンダード銀行と、チャータードバンクオブインディア、オーストラリアジャイナインドオーストラリア、中国チャータード銀行との合併により設立された。スタンダード銀行は1862年、スコットランド人、ジョンパターソンらにより設立。翌年、 南アフリカのポートエリザベスに店舗を開設。1890年代から1910年代にかけてアフリカ全土に支店網を広げたが中には業務遂行が困難となり閉鎖された支店もあった。それでも1950年代半ばにはアフリカで約600拠点を数えるまでになる。さらに1965年、営業西アフリカ銀行との合併によりナイジェリア、 ガーナ、シエラレオネ、カメルーン、ガンビアへも支店網を広げた。スタンダード銀行は、南アフリカをはじめとするアフリカ各国に積極的な業務展開を行い、その後アジア数カ国にも支店を開設。また、日本、横浜では、1880年に初めての駐在院事務所を設立し、法人事業を展開してきたが、1923年の 関東大震災により多くの現地行員を失った。また、チャータード銀行は多くのアジア諸国が日本に占領された第二次世界大戦中にその影響を受けている。1949年、大倉省より営業許可証を取得。チャータード銀行は1853年、ビクトリア女王からのジェームズ・ウィルソンへの特許状交付に基づき設立。 1858年、最初の支店を軽かったとボンベイに開設したのに、引き続き、上海にも進出。翌年には、香港に、支店、シンガポールに出張所を開設。1862年以降は、香港での紙幣発行銀行となる。1860年代から1900年代にかけて、アジア全土へ、支店網を広げる中、1880年、 横浜に出張所を開設。1900年代初頭には、ニューヨークでの営業許可を得た最初の外国銀行となる。1957年、イースタン銀行を買収し、イエメン、バーレーン、レバノン、キプロス、カタール、アラブ首長国連邦へも支店網を広げた。神戸市の旧外国人居留地にあるチャータードビルは、近代建築として著名である。 当校の英語名称は、The Chartered Bank of India, Australia and China が正式な行名であり、香港で発行していた紙幣にも当初同じ名称が記されていたが、1950年代以降に、異称変更された紙幣からは、The Chartered Bank の略称で表記されるようになった。また、この香港発行の紙幣では、中国語名称として当初、 インド新金山中国リ銀行と記されていたが、1910年代以降に遺書変更された紙幣からは、インド新金山中国サダ銀行と変わり、英語名称でザ・チャータード・バンクの略称が使用されるようになってからは、中国語名称もサダ銀行の略称で表記されるようになっている。一方、第二次世界大戦前の中国では、イギリスの疎開があった上海、 天津、観光でも、紙幣を発行しており、県面の英語名称は、香港と同様に The Chartered Bank of India、オーストラリア &China と記されていたが、中国語名称は地域により表記が異なり、天津で発行していた紙幣には、インド新金ナヤマ中国バック仮銀行、上海、観光で発行していた紙幣には、インド新金ナヤマ中国切り銀行と共に、 バクカリ銀行と併記されていた。このバクカリ銀行の名称は、チャータード銀行の中国語名として、第二次世界大戦前の中国では広く通用していた行名であるが、これは、上海支店の初代支配人、ジョン・マッケラー・ジョン・マッケラーの簡約名を由来とするものであった。1969年、上記2行の合併により誕生。 ホチグループ及びモレスブラザーズグループの買収に引き続きヨーロッパのほか、アルゼンチン、カナダ、パナマ、ネパール、アメリカにも新たな視点を開設。さらにアメリカの銀行産業を買収。中でもカルフォルニアユニオン銀行の買収はブラジル及びベネズエラ進出の契機となった。1980年代、すでに安定した事業基盤を築いていたアジア・アフリカ。 中東地域において、コンシューマーファイナンス、コーポレートファイナンス、トレジャリー業務等のコア業務への専念を決意し、これにより、特に欧州、米州、アフリカ地域における投資事業をリードする大手銀行に成長。この期間、大規模な再編を行い、この結果、経営陣が大きく変わり、主事業がさらに強化された。年代末には、 イギリスのロイズ銀行がスタンダードチャータード銀行に対して敵対的買収を仕掛けたものの失敗に終わり同行は独立を保つ。1990年以降ベトナム、カンボジア及びイラン、タンザニア、ミャンマーへ進出するなどさらなる拡大を図る。現在では北朝鮮を除くアジア、太平洋地域のほぼ全ての国々に事業拠点を置いている。2005年、 香港上海銀行に入札でセリカチ韓国第一銀行を買収。2006年にはパキスタンユニオン銀行の81%の株式を取得と発表された。また2007年7月2日に台湾新築市に本社のある新築国際商業銀行を買収。同国内での称号を佐田国際商業銀行として 同国内の既存店舗3店が加わった。2008年にはアメリカンエキスプレス銀行を買収、統合した。これにより、スタンダードチャータード銀行における金融法人向けビジネスは、これまで以上の豊富な商品ラインアップや広域でのサービス提供が可能となった。日本におけるスタンダードチャータード銀行の歴史は横浜に、 最初の駐在院事務所を開設した1880年に遡り130年目を迎える。現在では約270名の従業員を要し、東京支店及び丸の内支店において広範な金融サービスを提供している。2004年2月20日、スタンダードチャータード銀行東京支店は指定暴力団山口組、 旧五両会計の闇金融グループによるマネーロンダリング事件で組織犯罪処罰法で義務付けられた疑わしい取引の届出をしなかったなどとして最低一年の業務の一部停止を含む行政処分を受けた。金融庁によると同支店は2003年2月から7月にかけて複数の人物から頻繁に大量の割引金融債の持ち込みを受け換金を求められた際、 顧客の本人確認や金融庁への届出を怠った。処分は銀行法に基づき、有価証券の保護預かり業務の新規取引住宅を2004年2月27日から停止するよう命令された。また、本人確認運法と銀行法に基づき、法令遵守を徹底するための業務改善を命令された。これを受け、財務省は27日から、 停止命令が解除されるまでの間、同視点を国際などの入札から除外することを決めた。2003年からは、主に発展途上国で発生している視覚障害者を対象とした視覚障害者支援活動、シーイングイズ・ビリービングを実施。また、ナイロビ、シンガポール、ボンベイ、香港などの都市でマラソンレース開催を支援している。 2009年11月に起こったドバイ金融危機でも HSBC と並んでドバイに多くの投資をしていたと言われている。2010年7月からはリバプールフットボールクラブの主要スポンサー契約が発行した。視覚障害者支援活動 seeing イングリズビリービングは回避可能な視覚障害撲滅を目指すスタンダードチャータードのグローバルプログラム。2003年に 同行150周年記念イベントの一環として、スタートし2008年までに、この活動が17カ国、500万人を超える人々に広まり、200万人強の人々の視力回復に貢献した。2008年にシーイング・イズ・ビリービングプログラムの一環として、ニュービジョンを設定し、20都市において2000万人の人々に持続可能な、 アイケアサービスを提供するため2000万ベイドルを集めるというコミットメントを打ち出した。スタンダードチャータード銀行は治療可能な視覚障害の根絶を目指す国際団体サイトセーバーズインターナショナル及びビジョン2020とパートナーシップを締結し重要なプロジェクト10件に取り組んでいる。これらのプロジェクトでは白内障手術、眼科手術の訓練、 訓練施設の建設などが実施され、治療可能な視覚障害が、社会に大きな影響を及ぼす地域において実施される。スタンダードチャータード銀行とリバプールフットボールクラブの主要スポンサー契約が、2010年7月1日より発行。4年間にわたる、この契約の目的は、世界に通用するブランド力を構築すること、さらには、 インパクトの強いプロモーション機会を設けることによって、同行の事業の成長を図ると同時に、リバプール FC のために、新たな商業的機会を生み出すことにある。今回のスポンサー契約は、リバプール FC における、最大規模のものとなり、2010年7月から2013、2014、年シーズンまでの4年間、リバプール FC のユニフォームに、スタンダードチャータード銀行の名前が、 ロゴ入りで見られることになった。その後も契約を更新し続け、20、21シーズンにおいても、ユニフォームに名前とロゴが掲載されている。リバプール FC は、英国プロサッカー界の名門チームだが、当時では、シンガポールやタイでのツアーオープン戦で、大きな成功を収め、一躍有名になり、最近では、UEFA チャンピオンズリーグ、FIFA クラブワールドカップ。 プレミアリーグなどの数々のリーグで優勝している。スタンダードチャータード銀行は、同クラブの正式スポンサーとして、その主要市場であるアジア、アフリカ、中東地域において、そのブランド力を大きく高めるための権利を手にした。ありがとうございます。